はい、こんにちは、柴崎です。さあ、また今回も始まりますよ。柴崎がね、独断であなたの絵を見てお直しするコーナーです。はい、では早速抽選に入ります。だん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 、はい、抽選です。こっちの一番隅から、よいしょ、できました。はい、47番の方ですね。おめでとう。では早速ちょっとパソコンで調べてみますね。はい、あったね、ほら、ありました。はい、この絵です。うちの猫とかタイトルですね。水彩と色鉛筆で描いたそうですね。すごいね、よく描けてる。存在感がしたね。59歳のね方です。はい、どうもありがとうね。ねえ、この絵、柴崎だったらどこがいいと思ってるのか、またこれをちょっと一工夫欲しいと思ってるのかね、気になるでしょ。はい、では早速やってみたいと思います。はい、ね、この作品ですね。かわいいね。とってもこう表情も豊かだし、こうこっちを振り向いてね、でも体はこっちを向いてるっていうね、なかなか難しいポーズだから動きがあるっていうね、素敵です。はい、もうしっかり描けてるし、なんかこの猫ちゃんのこの個性まで見えてくるようですね。ピンと立った耳も可愛いね。うん、目もこうツヤツヤしてます。うん、これはホワイト絵の具、ホワイトを使ったのかな。画材がですね、タイトルがうちの猫、水彩と色鉛筆なんだね。水彩と色鉛筆、そうかそうか。はい、ね、では早速やってみたいと。あ、そうそう、この画面ね、でこれとっても良かったんですね。まあ、柴崎が直すとこ、そうですね、まあ、書き込むとこと、あまり書き込まないとこがあると、まあ、さらにいいかなと思うしね。だから、これなんかもうちょっと省略気味に書いてもいいかなと思うんですね。うん。まあ、その辺でしょうかね。では、やってみたいと思います。はい。まず、色鉛筆で形を取った方がいいかな。では。色鉛筆で こっちからよいしょ。どんな色だろうか、これ何でしょうかね。画材がいっぱいで大変です。じゃあ猫ちゃん、まずこんなんでね、にしようかな。それでここにお顔を買ってこうかな。こっちなんかこんな毛が膨れてるんだね。で、猫ちゃん、こんな感じかな。で、こうで、お目目が大きくて可愛いですね。僕が描くとなかなか可愛く描けないんだけど、こんなんかな。目が大きいね。で、
で、こっちはこうなっていて、ここも毛が多いんですね。モコモコってしてる猫ちゃんだね。じゃもうちょっと足短くしようか。このくらいで。で、ここで多分こうなってるんだよね。で、尻尾がこうなってる。こうなっていいかな。うん。はい。それじゃあ。マロンちゃん、マロンちゃんが右今そばに来てますね。猫ちゃん描いてんだよ。水彩で描いたということですので、まず明るい色塗っていきましょうか。ウェットインウェットですね。これは白い毛なのかな。ここがこんな色で、ここがこんな色だね。それでこっちが、こっちがこうなんですね。これはこれダメだよ。それからこんなになって、これが白い毛なんだね。じゃあ少し、こうして、こうして、こうして、ここかな？そして、こっちは変だ。こっちは日陰。こっち側は日陰にしましょうね。こうやってね、こんなんなんだ。こうかな。それでここが、こんな毛ねえ、ふさふさしてますね。で、お耳の中が、こうなってる。待てかな。そうしたら、まだなんかあるぞ。毛が、毛の模様が複雑ですね。こうなってるんですね。こうなって、こうなって、こうか。で、ここ、目のとこから。こう切って、こうなって、それで、ここから。こうなってんだね。そして、ここに通じて、こう日陰に来る。こんなお顔なんだ。うん、それで
ことは、あ、ここ、これが、こう切って、こう切って、このお耳にこういくんだね。こんな感じかな。ここから、ここに白い毛が、あ、ここに暗い毛があるのか、あるんですね。ここなんだ、顎の下にあるのね。ここから、こんな感じ。で、ちょっとこの辺がこうなっていて、こんな感じですね。はい、これでいいのかな。難しいね、ちゃんとね。それで、じゃあちょっと乾いたのでちょっと切り抜きで描けますね。ほら、マロンちゃんダメだよ。先ほど、ね、話したように日陰のこういうとこですね。もうちょっとこう単純化して描いていきましょうかね。まあね、こう、たくさん描きたい気持ちもよく理解できるんですけども、少しこう単純化してあげるね、そうするとだからこう日向と日陰ですね、そういうところの違い、あ、こっちは暖かい、こっちは冷たくね、うん、こんな雰囲気です。こんな感じかな。ここでね、ちょっとお知らせです。柴崎はね、チャンネルメンバーシップをやっております。メンバーに、ね、なっていただきますと、柴崎の作品の、ね、データを、ダウンロードできたりね、また、少人数の、ね、ライブ配信に参加できたり、もう特典盛りだくさんです。ご興味ある方はね、メンバーになるという、ね、ボタンをクリックしてみてください。で、そしたら、お腹のあたりを、ここを少しこうね、感触を出して、こう体の立体感ですね。こうやって丸み、こういう丸みを描いて、こっちも少し濡らして、そしてもう一度、でこうなってこうなってこうなって、まあつい書いちゃってごめんなさい。ね、もう大変上手ですから、はい、僕は見なかない方がいいね。こう書いていけばいいんですけども、かな。
これはマナちゃんダメだよ。こういうこと。はい、それでお顔は大変上手ですよね。もう茶葉先があんまり描かなくてもね、良いくらい上手に描けてます。茶葉先はこんなに上手に描けないかもわかんないですね。こうなんだね。目がこんな色してるんだ。ここがまあこうやってね、確かに光ったとこを髪の白を残してってみんなるんですね。こんな感じ。向こうもそれで、ね、この光った周囲をちょっと暗くして、ここなんだよね。よく猫ちゃんの特徴見てますね。はい、まあお口なんかもとっても可愛く描けてるし、まあそうですね。それで、はいはいはいね、ちょっと待ってね。まあ色鉛筆でこう描かれるんだったら、はい、はい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 、こう少しこう色の変化というか調子の変化ですね。そういうところだけかなと思います。あまりこうやりすぎないで、こう色鉛筆のというか、ごめんなさい、透明水彩の、ね、はいはいはい、マロンちゃんが催促しちゃってますね。はいよ、はいはいはい、こんなことぐらいかなと思うんだよね。まあこちらとても上手ですから、ただ少し書き込みすぎるので、このくらいね、
なんか、その、透明水彩のね、その柔らかさみたいなのをこう大切にね、描いていかれたらいいと思います。はい、仕事ですね。まあ、ヒゲなんかはこう何かね、柴崎はこれ持ってないのでね、描けないんですけども、まあ、もちろんあなたがやったようにガチで描いてもいいと思います。はいはい、ということでですね、まず、にじみの効果をね、生かしましょうね。そうね、あと、まあだから、こう、少しね、こう、省略気味に書きましょう。もう大変上手だから、あんまりこう、濃く目に書かないよね。それで、まあ、ね、こう光が来た方向が、もう少し、日向って日陰みたいなね。そういう感じが、まあ、はっきりすると、いいかなと、なお思います。はい、以上です。はい、書き上がりました。ねえ、もう送ってくれた絵の方が力強かったですね。はい、まあそれでもまあね、水彩の扱いなんかで少し参考にしていただけたら嬉しいです。さあ、ということで、もう柴崎ね、どんどんあなたの絵をお待ちしてますね。もう画材も自由、すごいですね。じゃあ送ってみようかなと思ってるあなたね、送る先、応募の方法ね、応募の URL をね、貼っておきますので、そちらからお願いしますよ。ということで、今回もね、最後まで見てくれて本当にありがとう。ね、柴崎も十分楽しみました。はい、またお会いしましょうね。はい、お元気で、ありがとう。